ね、続いて中継に行きましょう。上條さん、はい、こちらなんですけど、今日の中継先がボーリング場なんですけど、うん、ボーリング場って最近は最近は行ってないですね。あ、そうですか、そうですか、はい、まあまあまあずっと行けない状態が続いてましたけど、うん、この新型コロナウイルスの感染予防のために新しい生活様式というのが始まっていますが、はい、ボーリング場もこの新しい日常に合わせた対応をしているそうなんですね。で、今のちょっとボーリング場を取材してくれてるようです。中継先に浅田アナウンサーです。浅田さん。はい、私は今神戸ボーリングクラブにお邪魔しています。休業要請が解除されて、こちらのボーリング場も営業を再開しました。まず詳しい場所を説明しますと、 JR 三宮駅から東へ5分ほど歩いた場所にあります。周りの飲食店も開店していて、休業要請中に比べると街もかなり賑やかになってきました。そうやね。ですが、まだ外出するのはちょっと心配という方も多いと思いますが、今日は神戸ボーリングクラブがどのような対策を取って営業を再開したのか、ご紹介したいと思います。それでは副支配員の大西さんに伺います。よろしくお願いします。大西さん、休業要請を受けてお休みにしていたということですが、やはり売上にも影響ありましたよね。そうですね、だいぶやっぱり売上は落ちたんですけど、はい、今はちょっと短縮営業していて、だいたい客数は3分の1ぐらいから徐々に戻っていってる感じですかね。そうなんですね。やはりなんか私たちも外出してもいいのかなというちょっとためらいがあるんですが、うん、はい、徐々にちょっと日常に戻っていってもらえればいいですよね。そうですね、はい、さあ、それでは神戸ボーリングクラブがどのような対策をしているのか、ここから詳しく見ていきましょう。こちらです。さまざまな対策を行っているんですね。はい、そうですね、皆さんにやっぱり安心して遊んでいただけるように、いろいろとやっぱりできることはやっていこうかなっていう感じでやっていっています。はい、で、まず1番目、開閉可能な窓は開放して、換気を行っているということで、ちょっとあちらの方を見てみましょう。ボーリングというと密閉しているというイメージあると思うんですが、あちらの窓、ね、このように窓をしっかりと開けて換気をするようにしているんですよね。そうですね、はい、そして2番目、こちら場内にアルコール消毒液を設置しています。先ほど受付にも消毒液置いてあったんですが、こちらのレーンにも、ね、一つ一つね、こういうハンドジェル、アルコール消毒液置いてあるんですよね。はい、そうですね、はい、各レーンに設置しております。一つずつ置いてあるということで、はい、そして気になったのがこの4番目のボールタオルを一組様1枚配布というのは、これはどういうことなんですか？こちらを、配布していますので、はい、受付時に配布してまして、こちらに気になる方はこれつけていただいて、ボール拭いたりとか手を拭いたりとかテーブル拭いたり自由にできるようにしております。なるほど、やっぱりそのボールっていうのは気になる方多いと思いますから、す、ね、はい、すね、はい、これは細かい対応ですよね。はい、そしてこちらには書かれてはいないんですが、各レーン見ていただきますと、各レーンごとに仕切りが、ね、されているんですよね。そうですね、仕切りの方をしていただいてですね、はい、一組様で2レーン使っていただくようにしていただいてますね。飛沫防止とかにもなりますので。そうですよね、はい、1レーンずつ開けているということで、仕切りこの飛沫防止にもなりますけど、私たちこのグループだけで楽しめるという、そうですね、この空間もいいですね。はい、はい、そして、まあ、こういったいろいろな対策を取っているんですが、利用する私たちも注意しなければいけないことがあります。それがこちらです。まあ、入店時およびプレー中はマスクをする、また、ね、手洗い消毒はもちろんなんですが、1レーンの人数は3人までとなっているんですね。そうですね、1レーンに6名様までお名前は入るんですけど、はい、席 の、 ソーシャルディスタンスとかでちょっと離れていただくこともありまして、はい、3名様までという形にさせていただいてます。はい、ね、このようないろいろな対策を取っていますが、スタジオの上條さん、いかがですか？はい、これを聞いて。いや、でもなんかここまでお店の方々がこう考えて、うん、くれてると、この行くお客さんも安心して行けますよね。うん、そうですよね、まあ、お店もすごい万全の対策を取っているということで、私たちも注意しながら楽しみたいですよね。うん、さあ、そしてここからは
せっかくボーリング場に来たということで私もちょっとボーリングプレイしてみたいと思います。はい、あちらにねちょっと用意していただいてるのでちょっと移動します。実は私、2年ぶりのボーリングで自分がどれぐらいできるのかもちょっと分かっていませんけど、ちょっと楽しみたいと思います。重さ 何キロぐらいやろ。重さ9ね、9ね、9の S です。9ぐらいな、はい、いきます。お、はい、早いね早いね早いね。おおおおおおおあギリギリでガーター。ガーター。いや、やっぱりちょっと投げ方忘れちゃってましたね。いや、もともとやろ。そんな私でもちょっとうまくなれるように、実はプロボーラーの方に教えていただけるということなんです。それでは登場していただきましょう。お願いします。こんにちは。はい、実は先ほどの支配人プロボーラーさんが着替えてる、はい、プロボーラー兼副支配人だったんです。そうなんや。これは小西さん、ね、一度投げてもらってもいいですか。はい、お願いします。ね、プロの技見せていただきましょう。サウスポー、サウスポーですよ。おお、おお、端っこで、うわー、一個残ったけど、すいません。端から攻めていくんですよ。ちょっと緊張してカーブですよ。すごい、やっぱりプロ違いますね。いや、でも私も気持ちよくうまく投げたい、はい、ということでちょっと時間は限られているんですが、うまくなれるコツ教えていただけますか。はい、ですね、はい、まず今はどこを見られてボーリングされてますか。どこを見て、はい、ピンの真ん中を見て投げてました。あそこに三角形のスパットっていったものがあるんですけど、はい、そちらのを目標にしていただいて、右から3つ目を目標に投げていただければいいかなと思います。ピンを見るのではなくて、近いところ、はい、下のここ印を見るわけですね。わ、ね、はい、かりました。じゃあちょっとこのアドバイスを踏まえて、はい、私ももう一度挑戦してみたいと思います。行こう、はい、いきます。矢印を見てですね、行きます。言葉聞いたら、ね、こっちのレーンで、すいません、こっちのレーンでやります。いや、何のボケなの。ピンが全部揃ってるこっちのレーンでやります。行こう行こう。はい、ね、こうやって準備していただいているので、はい、行きますよ。ゆめこ、あ、ゆめこ、はい、行け、頑張れ、ゆめちゃん、ゆめちゃん頑張れ。3つ目やで、3つ目やで。あ、お、お、あ、でも、いった、あ、いった、あ、いい、結構、なるほど、ね、さっきよりは、ね、たくさん通りました。さすが、教えてもらった。いや、楽しい。いや、これから私、引き続きボール投げていきますので、これからどんどん、ね、点数伸ばしていきたいと思います。期待してください。それでは、一旦スタジオにお返しします。どういうこと、伸ばして、え、どういうこと、ま、やんの、多分、やんの、これ、今から中継あるんで、仕事中でしょ。練習すると思うんですけど、二等でいいでしょ、今のところ。マスクしてるから息も上がるんじゃない。ね、え、この後、もう一回、もう一回、もう一回中継あるんで、ほんなら、そのスコア見せられるいうことですか。あ、全部通ると思う。あ、すごいすごい。いや、もう終わった。やったね。どれだけ上達してるか見せてくれるんちゃいます。なるほどね。